こんにちは、小野田真史です。久しぶりの更新なんですけど、なんとあさって、しあさってでしたっけ、あさってあさってですね、あさって僕結婚しまーす、イエーイはい、あさって結婚式なんですけど、ちょっとその様子を、まあ一生に一度だと思うので、今回はそれを動画にしていこうと思うんですけど、僕自身は今36なんですけど、36歳なんですけど、YouTube 始めたのは8年前ぐらいで、で、まあいろいろ僕自身のこう、ライフスタイルを知ってる方もいると思うんですけど、まあ今日がこう人生のターニングポイントになるのかなと、今日じゃないですね、明後日がなると思うので、まあちょっとそれをね、その様子を動画に残さないとやっぱりダメだなということで、今回はその結婚式の流れを、動画にしていきたいと思います。まあ皆さんいろいろ知ってる方も多いと思うんですけど、その小野田真史が結婚したみたいなのをちょっと見て楽しんでもらえたらなと思います。当日実はブラウンもね参列するんで、その様子もぜひ、見ていただければなと思います。ねえブラウンね、かわいい、ブラウンもね、指輪持ってきてくれるので、その様子も楽しみに。まずね、今日は、まあ、結婚式2日前なんですけど、僕、髪がま、ボサボサなんで、もうカットして2、3ヶ月経つんで、今日は僕自身が今、SNS のプロデュースに入らせてもらってる、メンズヘアセンスさんっていう、メンズサロン、メンズのサロンに、ちょっと髪を切ってもらいに行ってきます。僕今 YouTube だったり SNS のプロデュースに入らせてもらっていて、その様子、まあそのメンズヘアセンスの、技術はどんなものなのかっていうところも、ちょっとお伝えできたらなと思うので、カット行ってきます。ではぜひ最後までご覧になってください。イエーイ。こんにちは、フミです。よろしくお願いします。今日はどんな感じにしましょう。全体的にブリーチして明るくして、はいはい、カットはなんかお任せしようかな。お任せで。何かあるんでしょうか。結婚式。あ、大事な。式の前に。そうです。はい。よろしくお願いします。じゃあ先にシャンプーやっていきます。はい、ちょっと待ってください。はい、お願いします。こんな感じです。はい。はい、めちゃくちゃちょっといいですね。はい。ベージュまでいかないか。大丈夫そう。はい。バッチリです。いい感じです。結婚式は楽しみです。はい。ぜひ。ありがとうございました。あ、ちょっと決めてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。結婚式前日。前日。もう髪の毛もね、いい感じになって、ね、前も。ちょい青緑。緑っぽい。ね。はい、で、ヒルトン小田原の方に到着しました。やったね、ブラウンも。ブラウンも泊まれるお部屋。で当日頑張ってもらうからね。頑張ってー。ね、よし。じゃあ、はい。で、部屋に到着して、どんな感じかちょっと見てもらいましょう。ぜひ、どうぞ。はい、こちらが部屋ですね。お、ブラウンの、お、ウェディングドレス。いいね。私の、すごいちゃんと、ほら、靴も用意した。あ、当日の靴。いいっすね。おー、どうですか。素晴らしい。ちゃんとブラウンの小屋もあるよ。小屋な、ほんとだ。ブラウン、頑張れ。やったねー。ピン。奥には、あ、明日のチャペルが。見えますね。海がね、一緒にあって。ね、ちょっともやってるね。そうだね。でもここ外で出るよ。すごい。ほら。本当だ。庭。よいしょ。おお。これは落ちるなよ。あ、見て見てプール。
お、本当だ。すごい。いいね。天気良くてよかった。すごいね。あとでちょっと散歩しようね。ドッグランもある。やってみるか。なんだよ。明日だよ。よし、じゃあ行きますか。ちょっとドッグランに。ちょっと風が強いな。危ない。スルーされてんじゃん。どうですか明日の結婚式。緊張するよ。ちゃんと持ってきてくれるかな。大丈夫、おやつあるから。おやつ。明日どうですか。そうですね、ついに僕も結婚です。いやもうしてるから。結婚です。してるから。結婚式。式です。ちゃんと挨拶できんのかな、マー君。ああ、アドリブ。そういうところが仕事に似てますよ。ちゃんとやんな。パパでブランはどうですか。僕のブランは指輪を運ぶだけ余裕。楽しいね、ブラン。ブランどうですか前日の花嫁。前日の花嫁の結果。あんまり明日結婚式っていう感じがしない。花子の気分はどうですか。そうですね、楽しみですね。どうですか。言うと思った。言うでしょ。今の気持ちをお聞かせください。今。今です。今何もない。何もない。出会ってよかったですか。それはそうです。嬉しいですね。旅行練習だ。おいいとこですね。そうです。どこですか。ヒルトン小田原。当日の清掃です。かわいい。で、ここに指輪入れる。おお、あ、お腹にこう入れんの。そう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 、ね、かっこいいじゃん。入る。指輪をね、そう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 、運んできてもらって。いい子だね、ブラン。ブラン、君に任務が勝ってる。気にならないんだね。ね。大丈夫そう。え、かっこいいブラン。かわいい。かわいい。元気に。うん。
ちょっとリボンが大きいけど可愛い、うん、頑張ってね明日ブランさんお願いしますね明日やったね。はい、ついに結婚式当日です。ああちょっとすっぴんだからあんま映さないこの後ね、あの化粧とかもするから。そうね、花嫁です。そうそうそう。では、よっしゃ。ありがとうね、ブラン。ありがとうね、ブラン。疲れたね。ブラ
ちょっとゆっくり休んで。あ、みんな見てるよ。お疲れ様でした。今日暑いね。ね、そうね。汗がかいてるかも。ルナ、ありがとね。ルナがね、いてくれたからちょっと和んだ。よかった、よかった。よかった、よかった。あ、にっこりしてる。笑ってる、笑ってる。笑ってるね。ひとまず式は終わりましたね。これから披露宴。ほら、頼むぞ。写真を撮って。はい、ということでお疲れ様でした。みんなお疲れ。お疲れ様でした。どうでした？そうね。まあ、実際今ね結構もう結婚式から時間経っちゃったから。いやでもいい結婚式だったね。いい結婚式ですね。ブランもね頑張ったから。うん、ね、天気良かったからね。ねえ。よかったね。ロックランも行けたしね。一人だけだったよね。お友達になった。これからどんな家庭を築きたいですか？明るい家庭ありきたいですね。じゃあ何ですか？自由な家庭。ちょっとよくわかんない。, 笑顔の絶えない。ありきたりですね。もうちょっと考えて。ありきたりじゃないやつ出してよ。すごい家庭。うわ、小学生みたい。まあこれからね、お互いこう新たにこう家族が増えた。そうですね。うん、家族ですね。うん、ね、仲良くね。そう、過ごしましょう。ブランね。ね、けどずっと一緒だもんね、仕事も。そうだね、なかなかね、ここまで一緒な夫婦もあんまいないんじゃないかな。ねえ、だって大体会社員とかでさ、うん、日中旦那さんがいないみたいなのはよく聞くもん。そうだね、飽きないですか？飽きない。だけどずっとね、一緒にいたいなとは思う。よかった。え、うまいわ。え、そう思ってなかったら一緒にならないんじゃない？え、そうかな。うん、おい、ブラウン、ダメだ。え、かじろうとしてただろ、お前。マイクかじりたいの。まあ、YouTube をね、見てる視聴者さんもこれからよろしくお願いしますということで。そうですね、これからも末永くやっていこうと思います。もうちょっとね、このチャンネルも更新して活用していきますか。まだファンいるんですかね。どうだろう。でもこの間ほら、更新してくださいって言われたけどね。あ、本当に？うん、うん、ね、まあ2人の動画増やしていきたいね。そうだね、まあそれこそ思い出じゃないけどね。ああ、そうね、ライフスタイルを。そうね、ブラウンとの生活もね。ベイビーがもしかしたら。あらまあ、ブラベイビー、イエーイ、ポン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 ね。はい、今後のマシマイをよろしくお願いします。お願いします。マシマイブラブン。それではよろしくお願いします。じゃあまた次の動画を楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。うん、はい。